すぐ電池がなくなります。次は2G2C が0以下の時 B の2乗マイナス 4AC が0なら0以下は B の2乗マイナス 4AC が0とする I イコールプラスマイナスルートマイナス C イコール B プラスルートマイナス C なら、マイナス CBT マイナス CA イコールマイナスプラスルートマイナス C イコールルート B の2乗マイナス 4AC4AC マイナス T プラス B2 乗 DT によってマイナスプラスルートマイナス C サインマイナス1インバースルート 2CB の2乗マイナス 4AC イコールプラスマイナスルートマイナス E マイナス1ルート B2 乗マイナス 4AC2C X 分の T プラス B イコールプラスマイナスルートマイナス C サインマイナス1ルート B2 乗マイナス 4AC BX プラス 2CX プラスマイナス X が0で X が016X イコール X2 プラス X プラス1 2の X ルート X のプラス X マイナス3分の1で全問にならないと I イコールマイナス DT のルート1プラス T プラス T の2乗イコールマイナスログ T プラス2分の1ルート T プラス2分の1 2乗プラス4分の3イコールマイナスログ2分の 2T プラス1プラス2ルート T の2乗プラス T プラス1ログ12を積分定数に入れT イコール 1x 分の1に戻して i イコールマイナスログ x 分の x プラス2プラス2ルート x2 プラス x プラス1である2全問の0以上 c が0以上とき以下の時 x イコール t 分の1と置くと p の2乗マイナス 4ac イコール4プラス120i イコールマイナスプラスルート3分の 1dt ルート9分の4マイナス t マイナス3分の 1n イコールマイナスプラスルート3分の1サインマイナス13分の t マイナス s3 イコールマイナスプラスルート3分の1サインマイナス12分の 3t マイナスプラス数学的真偽を常に考えておくっていうのが僕大事だと思います。 1x がマイナス3定義域は x が 1x がマイナス3である。17次の公式を証明しよう。公式を証明しようと言ってから1 i0 イコール dx ルート ax のプラス dx が c が a 分の a 分中ログイコール 2ax プラス b プラス2ルート aax2 プラス bx プラス c a ルートマイナス a サインマイナス1ルート b なんでマイナス 4ac2ax プラス b a 0 b なんでマイナス 4ac が0存在せず存在せず a a から b なんでマイナス 4ac が02 i イコール i イコール x dx ルート ax2 プラス bx プラス c イコール a 分の 1ax2 プラス bx プラス c マイナス 2ab の0これを証明せよ。で解 1i の時 a が0の時は i0 イコールルート a 分の1で dxD の X プラス2分の AB の2乗マイナス 4N で B の2乗マイナス 4AC イコールルート A 分の1ログ X プラス2分の AB プラスルート X プラス 2AB マイナス 4N の2乗 B の2乗マイナス 4AC イコールルート A マイナスログ
2AX+B+2AXBX+C 分母積分定数に入れて、入れて I0 イコールルート A 基本ログ 2AX プラス B プラス2ルート AX2 プラス BX プラス C に、A が0の時 A が B の2乗マイナス 4AC が0の時